私の祖父土田光平私は幼い頃のお父さん、お母さん、おばあさんの思い出ははっきりしております中に、おじいさんという人を少しも知りません。おじいさんとは言っても、まだ42で亡くなったのですから、私の生まれるずっと先のことです。このおじいさんは大層偉い人だったと、私の子供の自分、 誰彼に言い聞かされました。なぜ偉いのかと聞きますと、体操学問ができたからという返事をしてくれました。学問ができたら偉いというのでは私は満足することができませんでした。少し大きくなってから私はこんなことを聞かされました。おじいさんはどんな時にも手から本を話したことがなかった。外へ出る時にも きっと本を懐へ入れていた。本を読まないときには何かじっと考え込んでいた。考え考え道を歩いているうちに一里も歩いてしまって気がついてみたらとんでもないところへ来ていた。こんな話を聞かされたときはおじいさんって変な人だなと思いました。そういうのが偉いのかな、などとも考えました。もう少し大きくなってから 私はまたある人からこんな話を聞かされました。おじいさんはあるとき文字の話をしたとき、わしは嘘字なら知らぬ。本当の字で知らぬ字は一字もない。と言ったそうです。この話は私を感心させませんでした。生意気なおじいさんだな、と思いました。けれど、おじいさんはまだ若くて死んだのだから、 たまには自慢も行ってみたのだろう。と、後、大人になってからは考えるようになりました。私が幼かった頃、2階の間には散りづいた岩石が山のように積んであったことを覚えています。それがおじいさんの読んだ本の10分の1にも足らないというのには驚きました。おじいさんが亡くなってから間もなく、私のうちは落ちぶれてしまいました。 おじいさんが心を込めて読んだ本も、大方、市長や壁などに貼られてしまったのだそうです。